さて、サッカー元日本代表の中山雅史さんが新監督に就任した J3 アスルクラロ沼津の初練習が行われました。選手たちに大きな声で指導するアスルクラロ沼津の中山雅史新監督。中山監督は去年までジュビロ磐田のコーチを務めていましたが、今シーズンからかつて選手としても在籍したアスルクラロ沼津の監督に就任。今日が初練習となりました。中山監督が J リーグクラブの指揮を取るのは初めてで、今日はおよそ1時間半終始選手たちに声をかけながら中山イズムを植え付けていました。